対談3日目なんですけども、今日はね、なんともう夕方6時ホテルでずっとね、動画の編集やってたらこんな時間になっちゃって、もったいないですね。まあ、なんかうまいもんでも食いに行ってみます。超腹減った。いろいろとね、目移りしちゃうんですけど、今からね、あのちまき有名じゃないですか、台湾で。あれを食べに行こうかなと思って、お店に向かってます。乾麺の、とか、はい、先生。じゃーん、ちまきめっちゃでかい、げんこつぐらいありますね。うん、うまい、優しい味。こういう素朴な料理が僕は好きみたい。いやー、うまかったです、ちまきが。あとビーフも、完全にお腹いっぱいになりましたね。今日はいろいろ食べ歩こうと思ったんですけど、もうちょっときついな。今日は1軒目のちまきでお腹いっぱいになっちゃったんで、デザートトーファで締めたいと思います。うまい。ごちそうさまでした。うまい。谢谢。今ね、とあるバーに向かってます。なんか Google で調べたら、そこのバーはね、なんか猫ちゃんがいるらしくて、運がいいと猫が会えるっていうことでね、行ってみることにしてみます。ここだな。モザイク。ハロー。ああ。OK?OK?あー、猫ちゃん、あー、あー、猫ちゃん、かわいい猫ちゃん、かわいい、ジェンクライ。金水日本語、
うん、日本語だと、How to say? 清水。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 はい。清水。国広。国広。いや。清水国広。国広。いや。清水か。You Japanese. Good. Yeah, a little. Yeah. Okay. You study. this is. Ah, how Taiwan? Yeah, this is good. This is good. Mm-hmm.ああ猫に会えてよかった。今日はねなんか血まきが大きすぎてねもうお腹いっぱいでお酒飲みたくてももう飲めないぐらいパンパンです。もうおとなしく帰って今日は寝ようかな。というわけでまた明日。